しいじゃん。おい、まだ一つ勝っただけ。42試合終わった時に最後必ず俺が J1 昇格する。全員で最後笑って笑おう。 OK、 素晴らしいゴールありがとうございました。終わりにしましょう。ノリさん、ちゃんとあれやることやってよ。飯食ったりケアしたりリカバリーをしてよ。リカバリーを頼むよ。今日は本当にスタジアムで応援ありがとうございます。この悪い流れの中でこの一体感、スタジアムの空気感、最後の最後までこう選手を後押してくれたあの声援とか情熱がきっとこういう劇的なゴールを生んだと思ってますから、やはりここアイスターホームは我々の清水エスパルスが勝つ場所だなって改めて思いました。また水曜日すぐ中3日で来ますんで、このホームの利を生かせるように連勝できるようにまた皆さん共に戦ってください。そしてこの空気感、勝つんだお前ら、走るだろ勝つんだろっていう空気感をぜひみんなと一緒に作りたいと思いますので、水曜日も応援よろしくお願いします。